有限会社グスク代表取締役社長を務める新庄と申します。鉄筋、鉄筋施工作成業務を ICT 化したことで、経常利益4倍以上に。会社の概要を説明します。業種は鉄筋工事業とソフト開発販売で。社名は有限会社グスクで。拠点は千葉県市川市に本社があって、 で、沖縄にも支社があります。設立は2004年、今から17年前です。で、従業員数30名。で、2020年度の売上高は4億9000万に対して、えー、経常利益が6700万というふうな結果となりました。で、2011年から見てもらえばわかるように、このグラフを見てもらうとわかるように、 で、まあ、経常利益率が2%だったのが、2020年には13%になったということです。まあ、年々上がっていってますよと。鉄筋工事業者の請け負う形態を説明します。一時下請け会社、まあ、当社は20%やっています。で、積算、あと資材の調達、加工、運搬。 で、二次下請け会社は、えー、当社は80%が二次下請けです。で、組み立てと、えー、まあ、鉄筋施工図、まあ、拾い出しをやっています。で、二次下請け会社は、現価の90%が、えー、ローム。で、平均形状利益率が3%となっています。で、弊社の形状利益率は10年間平均で、えー、 7で先ほども話したように2020年度は過去最高の13%になりました。で、まあ、従業員の給料なんですが、えー、2019年度の,どの、えー、高卒の新卒で、まあ、入社4名したんですが2年目の平均年収が380万とで。全国平均の 大卒の2年目だと大体290から300万というふうな調べになっているんで、大幅に上回っている形となっています。アナログでの拾い出し作業は、二次下請け会社の社長や職長、現場責任者が日中は現場に出て作業を行い、で帰宅後に拾い出し加工帳作成、鉄筋加工発注明細、 を手書きで行います。で、まあ、このような、えー、鉄筋を施工するための図面をつ手書きで書きます。これは CAD ですが。で、この拾い出しっていう作業が、まあ、約2時間ぐらい。で、それから書き出し、これをまとめる作業。計本数、長さ、形状をまとめ、同じものはまとめて、で、それから えー、鉄筋発注明細。もう工場に発注する明細書です。で、それを、に、えー、移し替えるというふうな感じの作業になります。で、これ、アナログ、アナログの場合では、えー、約3時間ぐらいかかる、かかっています。で、ICT 化した拾い出し、鉄筋施工作成は、まあ、アドケード鉄筋施工ゼルビーは弊社のソフトなんですが、まあ、 ちょっと実際にお見せします。ICT 化した拾い出し作業は、まあ、設定作業で約8分ぐらいかかりますで。設計図のリストの、設計図の情報を入力して、範囲を指定するだけで施工図がを自動で作図しますよというふうな感じのソフトです。で拾い出しおよび鉄筋発注明細が瞬時に出来上がります。 作図がこれが、まあ、1分ぐらい。で、鉄筋発注明細が1分と。合計3時間かるものが、先ほどの設定関係の8分を含めると、10分で出来上がる形になります。で自動作図できない部分が、まだ50%あり、ほどあり、今後の改善課題となっています。 では実演します、えー、加工調査図、えー、まず拾う範囲を指定しますで左の視点で終点とで設計図の情報、まあ、G1 ではなくて G3 になってるんで G3 とで OK で、実際の針を選択します。で、G3。G3。今度 G4 になってるんで、G4 に変えます。で、G4 と。はい。できました。えー、まず、収まり図が書かれます。で、まあ、リストの情報。 で、まあ、鉄筋の、えー、図面が作図されました。はい。で、これを、えー、発注明細に、えー、集計する作業をこれから行います。で、加工帳作成をクリックと。で、V 回酵区を入れてエリア指定。で、エリアを指定して、OK を押すと、加工帳作成と。 いうふうな流れになります。発注明細です。はい。はい。発注明細書が完成しました。で、これを、まあ、えっ、ー、と、アナログでは、ファックスで送っているんですけど、手書きしたやつは。弊社はもう10年以上も、あの、ファックスは使っていません。もう、メールで全て、あの、 送信するような形をとっています。このような感じで。拾い出しの部がかりを説明したいと思います。で、無がかりっていうのはちょっと分からないと思うので説明しますが、えー、一人一日あたりの出来高のことを私たちの業界では部がかりと言います。で、私はもうアナログの時も、あと ICT 化された、システム化されたものを 時も全てて部を出していますで、アナログの時はもう本当と10トンもいかなかったんですね。もう9トン、平均で9トンしかいきませんでした。で、ICT 化することにより、え部係がりが28トンと、で、生産性が3倍アップしました。えー、ICT 化の削減効果として、当社の2020年拾い出し及び 鉄筋組み立てトトンン数がトンでしたで鉄筋拾い出し部係はアナログだと、えーまあ、9トンしかいかないので、えー、888人で ICT 化すると、えー、8,000トン割ることも28トンで、えー、286人となりで削減効果としては、えー、602人の削減となり で金額にすると、えー、約1,500万の削減効果が得られている計算になります。で鉄筋組み立て部係の、えー、2011年は、えー、0.661トンまあ661キロですね。で8,000トン割ることの661キロだと12,102人と。 で、2020年では、えー、0.712トン。まあ、712キロですね。で、8000トンで割ると、まあ、11,236人。で、削減効果として、えー、866人の削減。で、金額にすると約2000万ぐらいの削減効果がとなっています。で、ICT 化することで、鉄筋発注ミスがなくなり、生産性向上となりました。 で、実際じゃあ、あの、なぜ鉄筋の組み立てが、えー、あの、ICT 化することで、ぶ、ぶがかりが上がるのっていうすごく疑問に思う方がいると思うんで、ちょっとか、噛み砕いて説明したいと思います。えー、っと、このように、えー、手書きで、ま、図面を書いた、書いた後に、まあ、形、長さ、本数、で、形状、形ですね、を、 えまず、書き写す、書き出す作業をします。えー、同じ形、形状、本数で、をプラスしていったりとか、書き出す作業をして、それから、発注明細に書き写す作業をします。で、その集計、まあ、これ全部で集計って言うんですが、で集計する作業をするときに、形、えー、を間違ったりだとか、 プラスする本数を間違ったりとか、まあ、手書きだから、まあ、人間がやることですから、まあ、間違いはあります。で、間違った記載をしてしまうと図面に書いてあるものが現場に来ません。そうすると結果的に現場で材料を加工したりとか、でそういうふうなことをすることにより、まあ、生産性の低下につながっていくと。で、それは、えー、ICT 化し、 した、弊社のソフトでは、このミスが100%なくなり、なくなります。2020年度の経常利益の内訳を説明します。で平均経常利益率が1500万円、まあ、3%ですよとで。拾い出し工数削減で1500万。で組み立て工数削減で2000万。 で、ソフト販売で1200万。で、外注施工図作成で500万。まあ、合計6700万の結果となりました。えー、ICT 化に取り組むきっかけなんですが、まあ、ただ単純に拾い出しがめんどくさいからです。で、今から30年前、まあ、建設業全体がアナログの時代、私は10人の職長をやっていて、拾い出しを 毎日5、6時間やっていました。で、その拾い出しは現場作業が終わった後、職長が家に帰ってきてやるのが当たり前で、私は19歳がずっと続けてきました。で、そんな毎日が嫌で嫌で、どうにかならないかなと、ずと常に考えていたんです。で、それから10年後、で、建設業界でも、まあ、パソコンで図面を書くようになり、で、拾い出しも パソコンで書くことで楽にできるんではないかなと考え、それで汎用 CAD、あと Excel、MacroVBA の学校に1年以上通い、一通りパソコンのことを理解し、なんとか汎用 CAD と Excel を連携する拾い出しが楽にできるシステムを開発することができました。 で、同業他社に販売のきっかけ。もともと自分たちが楽できるためにだけに ICT 化に着手したわけで、市場に出すつもりはありませんでした。これは2009年の頃です。で、2012年1月、全国から鉄筋工事職長12名が集まる大手ゼネコン主催の第一回研修に私も呼ばれて参加しました。 実物大の躯体を用いた研修専用施設で見て触れて体得するという体験型と現役現場監督、設計職員との改善点を話し合う研修です。でこの研修は鉄筋の品質施工事故をゼロにすることを目的に総工費5億円をかけて研修所思いが作られたと話していました。 で私はその思いにすごく感銘を受けて改善点で話し合う場で私が持っている知識を全て出しました。で私,た私が話した内容の中に職長負担軽減と言っていたことを思い,思い出したんですで。職長は材料の発注、で作業の打ち合わせ、で人員手配で、工程管理、品質管理、安全管理とかなり仕事量が多く、 余裕がなくなると拾い出しをおろそかにしてしまい、その結果材料発注ミスなどが重なり、品質事故の発生、それに伴い工程の遅れ、それを取り戻すために不安全行動を行ってしまい、結果的に労働災害へとつながっていきます。これは実際自分が自ら経験したことです。そこで当社のシステムを使えば、食長負担軽減ができるかもと、 考えましたが、自分たちが作ったシステムは複雑で、パソコンが得意な人でも理解するまでに時間がかかってしまう。使いこなすことが不可能だなと思い、で、それで、えー、汎用 CAD の OEM 開発を手掛けている大阪にある設計事務所、Ado 設計様にメールで上記の内容を説明し、一緒に食長負担軽減するソフトを開発しませんかと、 話した、話したところを、えー、心よく受け入れてくれました。で、2012年10月、アドキャド鉄筋セコーズ LB 販売開始。この LB ってのは何かって言いますと、えー、英語で Light in the Burden 負担軽減っていうことです。で、第2弾の開発。で、アドキャド鉄筋セコーズ LB は、汎用 CAD とエ x セル l を連携し、 発注明細を作成することが主で、作図に関しては挙動内で手書きで作図するものでした。お客様と当社の職長が自動で作図できるようにと要望が多数あり、新たな開発に着手,着手したのです。それから7年後、2019年10月、アドケド鉄筋セコ図ズ LB2 販売開始。自動作図機能が50% ほどで、えー、鉄筋施工図作成ソフトです。で、食調負担軽減につながるとお客様から好評で、2021年4月現在、まあ今、2年、1年半ぐらいですか販売台数100、100台を超えています。で、今現在、えー、積算業務と拾い出し業務が切り離されている状態です。 まず一時受け会社がゼネコンさんから見積もり依頼をが来て、で、その見積もりあ、その図面をも、を積算事務所に依頼して、で、それを、えー、数量積、積算して数量、明細を一時会社に出してと。で、それから二次下受け会社に、えー、組み立ての発注をすると。で、それからまたさらに、またここで二次下受け会社が、 拾い出し加工調作成をするっていうふうな無駄なことをしているんですね。で、この積算やったデータが、えー、二次下請け会社の拾い出しでも使えればすごくいいんではないかなって思うんですが、なかなか今、あの、えー、できていない状況にあります。 今現在、積算システムはシステム化が進んでおりますが、拾い出しは未だアナログの状態です。で積算システムを拾い出しで使えば解決だろうと思われるかもしれませんが、現在、積算システムは数量を把握するために作られたソフトであり、実際に施工で使用してしまうと、現場加工や後戻り作業が多くなり、生産性が悪くなっていってしまいます。 拾い出しがシステム化されてない理由の一つは、拾い出しをする二次受け会社の社長が職中兼任なので、日々忙しい状態にあるからです。また、鉄筋業界全体で見てみると、一次受け会社は不便を感じていないため、システム化にす,する必要性がなく、未だアナログの状態だと私はそのように感じています。私が働き始めて33年、あまり変わっていません。 えーまあ、今後は、えーまあ、アドケード鉄筋セコーズ LB をまあ進化させて、でビーム鉄筋積算セコーズシステム、まあ、100%自動化を目指して取り組んでいきたいと思います。IT、ICT 化したソフト、アドケード鉄筋セコーズ LB2 の説明でした。ご清聴ありが,ありがとうございました。